てください。はい、はい、列島つつ裏々でした。アメリカのビザって、このように A ビザ、今就職先として海外を目指す若者が増えています。こちらは海外での就職を目指す人のためのセミナーです。アメリカの企業に応募していく、面接をしていくっていうふうになった場合2通りあると思ってます。参加者は不況が続く日本に限界を感じています。結構先輩とかでまだ決まってないっていうことが結構いるので、ちょっとまあ心配っていうのはあります。はい、今もその経済状況の中でやっぱその転職とかも日本では難しい。こうした中、海外で寿司職人として働きたい人を対象にした教室も始まりました。英語と寿司両方身につければ一生食べていける。不況が続く日本から羽ばたき、就職先を海外に求める若者を追います。海外で不況を生き抜こうとする若者です。はい、リポーターは佐伯桃子さんです。はい、最近ですね、海外で就職を希望する人を対象にしたセミナーの参加者が増えていましたり、はい、あとはもうその就職を斡旋する会社への問い合わせが非常に増えているそうなんですよね。でもちろん希望しているのはこういった20代から30代の若者です。やっぱりこの不況ですし就職なんですから、皆さん先行きに不安を感じているんですよね。そこで今月から東京にある調理学校があるコースを新しく作りました。それは海外で寿司職人として生きていくためのノウハウを教えるというコースなんです。一体どんな方たちが参加しているのか取材しました。東京新宿にある調理学校です。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。寿司職人を専門に養成するこの学校、現在の生徒は38人です。あんまりギュッと押さない、こっちは軽く押さない。この学校、もともとは国内で働く職人の養成を目指していました。それが今月に入って海外向けのコースを新設したのです。まあ、日本ではね、取ったらすぐ氷水につけてねしてるから平気なんですけど、海外って漁師さんがもうその生もので食べるっていう想定がないんで。海外で働けるよう1年間の授業が組まれました。寿司の技術はもちろんのこと、英会話や海外の寿司事情などを学びます。ここ、ね、ロスとかサンフランシスコとかあの辺はね、すごくいい味が取れる。だから地元のお寿司屋さんも結構使ってる。新たなコースができたきっかけは、卒業生の多くが海外を目指すようになったことでした。今年の卒業生の 40% が海外で就職。不況が長引く中、海外で安定した就職先を求めているんです。日本だったらもう狭き門にみんなが一斉に行って、でフリー落とされたらもうそこから上がれないっていう環境じゃないですか。それよりだったらね、そこに日本ってこだわらないで、やっぱ寿司は強いですね。毎週至る所から求人がある。昨日はメキシコから求人あったし、先週はその前モナコ。面白いですよ。海外に行きたい人が本当に最近本当に増えてきまして、かなり、まあ、7、8割が海外就職もしくは海外でお店を出したいっていう人。生徒の一人、木戸文子さんです。そうそう、それとこれちょっと切りすぎかな。少しです。うん、もうちょっと薄くていいですか。はい、難しいです。何回目ですか。アジは5、6回目ぐらいです。はい、魚をさばいたこともなかった木戸さん、将来の夢は寿司職人になってニュージーランドで暮らすことです。木戸さんは専門学校を卒業した後、22歳から派遣社員として働いていました。当時、労働者派遣法の改正を受けて派遣社員の職種は大幅に拡大していました。
木戸さんも自分の興味に合わせて仕事を変えられることに魅力を感じ、派遣社員を選んだのです。30歳を超えた時、安定した仕事に就きたいと正社員を目指して就職活動を始めました。ところが木戸さんの経歴は認めてもらえませんでした。派遣社員として複数の会社で働いたことは評価に値しないと面接で言われたこともありました。改めて自分のその職歴を振り返った時に、あ、これじゃダメだったのかなっていう気持ちがすごくしました。将来への不安を募らせた木戸さん、思い出したのが29歳の時、1年間アルバイトをしながら滞在したニュージーランドでの出来事です。滞在していた家族から言われた言葉が海外での就職を考えるきっかけとなります。ニュージーランドに行った時に、やはり日本人なのでお寿司握ってよとか巻いてよって言われることがすごく多くて、その時に自分が実際全然できなかったのがすごく日本人として恥ずかしかった思いが強かったんですね。なのですごい学校を発見した時はなんかすごいなんか嬉しくなっちゃって、よく寿司屋さんこうやってるけど、あのいい位置に持ってきたのね、こうハサミなの。日本での就職の壁にぶつかった木戸さん、寿司職人の技を身につけることで海外で働けるのではないかと考えたのです。一人前の寿司職人を目指す毎日、アルバイト先も修行の一つにとお寿司屋さんを選びました。サバは特にね、海外からのお客さんも多いこちらのお店、木戸さんにとっては英語で接客もできる絶好の場です。ニュージーランドで寿司を握りたい、木戸さんの夢は膨らみます。やはり海外に行きたいっていうのはこう自分のプラスな夢なので、頑張って積み重ねていって、自分が海外に行った時もあのやってきてよかったなって思えるように毎日頑張っていきたいなと思っています。はい、あのこの学校に通う人は木戸さんのように社会人経験のある方だけではなく、新卒の学生もいるんだそうです。学生さんもですか？そうなんですよ。今の日本、果たして就職したとしても働き続けられる保証というのはないですよね。なので、まあ、20代30代の若いうちに海外への足がかりを作ってしまおうということのようなんですが、でもちょっとね、寂しい気もしますよね。海外にそういう場があるのはいいかなと思うんですけど、あの、ね、やっぱり海外で頑張るっていう人たち、私たちも応援したいと思うんだけども、はい、ね、じゃあ若い人